お仕事するのには緊張しませんでしたか? You were working with some of the veterans in the film industry. How did it feel? 撮影している時は必死だったんで、何も思わなかったんですけど、一生懸命やってて、で出来上がったのを見た時に、あ、こんなにすごい人たちとすごい現場でやらせてもらっていたんだなと思って、その時に緊張しましたね。What was most challenging about this role, these roles? やっぱりその演技の経験自体があんまりなかったんで、一人スタ役っていうのは大変だったんですね。でもなんかその監督とかスタッフさんとかもその普通にその環境を作ってくださったんで、なんか思ったよりはそんなに難しくはなかったんですね。Ken Zabro in the 1950s. So how was it to play that era? はい、そうですね。なんかやっぱり現代人の若者が使わないような言葉が何点か台本の中にあったんで、映像を見たり、して勉強してました。This will be your last film. Does that mean that you are quite committed to the film? I cannot speak English. まず体力的に非常に不安でした。はい、無事に取り終えられたことがありがたい、嬉しい。中天に映画の神様はもしいるとしたら、何十年命削ってお前やってきた、ご苦労だった、最後にこれやれってご褒美くれたと思うんですね。それほどの思いで感謝の気持ちでいっぱいであります。グリーンカーペットを歩いたときはなんか青虫になったような気分で非常にいい思い出で嬉しかったです。でも、もちろんこれからも映画にも出ていただけるんですよね。 So of course you'll be in films after this? 命ある限りはやります。 As long as I am alive, I will do films. 僕はドラムなんか叩いたこともなくて、それを一生懸命叩けるように演じるという、それがもう一生懸命やりまして、最後のクライマックスシーンで渡辺佐藤さんが楽器を持ってバーッとそばまで寄ってきた時には、うわー今青春してるっていう気がしました。いや、どうやって僕はごまかそうかという気持ち一心で、どういうふうに映ってどうなってるんだか全く見当がつきませんで、トロンボーンなんて本当触ったことなかったし、こんなもんかと思って自分で呆れ返っております。まず驚いたのはサイズさんがトランペットプレイしてる、その指使いがちゃんとフレーズに合ってるんですよね。よくやってくれたなって驚きましたし、それから皆さんもそのやはりステージの上での演奏、一生懸命がなんか かわいいって言っちゃなんですけど僕は嬉しくて、そっちの方にすごく興味そそられました。2010年は日本は非常につらい夏でした。夏がなくなったと思ったら今度は水でした。そして冬切りの11月13日は秋竹縄であります。どうか一つ皆さん、花も嵐も踏み越えて2010年の秋はこの再びをご覧いただいて、いい秋にして